ハンマー裕次郎が乗ってたヘリ、なぜかロシア製。プラプラ武器で、ハンマー勇次郎が花山薫を襲撃した時に乗ってたヘリはロシア製 KA-27 でした。アメリカ軍の指揮官のストライダム大佐が同行していたにもかかわらず、なぜロシア製ヘリを使用していたのかは不明です。ちなみに日本国内ではかつてアカギヘリコプターという会社が KA-27 を運用していた。